カノアス SC は、ブラジルリオグランデドスル州カノアスにある、総合スポーツクラブである。サッカー、バレーボール、フットサル、柔道、バスケットボール、テニス、陸上競技、トランポリン部門がある。クラブは1998年1月26日に、ブラジルルーテル大学によって SC ウルブラとして、設立された。創設当初のクラブには、バレーボール、フットサル、 ハンドボール、陸上競技部門があった。2001年に、サッカー部門が設立された。2009年12月に、クラブ名を、ウニベルシダージ SC に改名した。2010年11月に、カノアス SC に改名した。2001年に、サッカー部門が設立され、リオグランデドする州サッカー連盟に加盟した。2002年にウルブラは、カンピオナートガウショ3部と、 同二部に参加した。これは、大会規定によって、一つのクラブが同じ年に二つのディビジョンに参加できた、ためである。この年には、全国リーグ三部である、カンピオナートブラジレーロセリエ C にも初めて参加した。ウルブラは準々決勝で、マリーリア AC に敗れた。2003年、カンピオナートガウショ二部に優勝して、翌年の一部昇格を決めたほか カンピオナートブラジレーロセリエ C にも再び参加した。ウルブラは第2ステージで同じリオグランデドスル州の RS に敗れた。2004年のカンピオナートガウショ一部では準優勝を果たした。ウルブラは準決勝でグレミオに3から1で勝利したが決勝でインテルナシオナルに敗れた。この年もカンピオナートブラジレーロセリエ C に参戦して第2ステージで c a l ンアイシンジェルに敗れた。2005年、クラブは、全国レベルのカップ戦、コパド・ブラジルに初参加した。ウルブラは1回戦で、トレーゼ FC に敗れた。2006年のカンピオナートブラジレーロセリエ C では2回戦。2007年の、同大会では3回戦で敗退した。スポーツクラブウルブラオフィシャルウェブサイト、ハット ABCD、アーチーボでクラブスハット。 ユニバーシダード、スポーツクラブはプレゼンタノーボディスティンティボ。フチーボなレで、2009年12月11日閲覧。2002カンペオナート、ブラジレーロセリ、C アット RSSSF2003 カンペオナート、ガウチョセカンドディビジョンアット RSSSF2003 カンペオナート、ブラジレーロセリ、C アット RSSSF2004 カンペオナート、ガウチョアット RSSSF。 2004カンペオナート、ブラジレーロセリ、シーアット RSSSF2005 コパドゥ、ブラジルアット RSSSF2006 カンペオナート、ブラジレーロセリ、シーアット RSSSF2007 カンペオナート、ブラジレーロセリ、シーアット RSSSF。ありがとうございます。